だが情熱はあるしずちゃんとみたみうがついに登場。一言だけでもすでにしずちゃん人気グループキングプリンスの高橋海とサンストーンズストーンズの森本慎太郎さんが主演を務める連続ドラマだが情熱はある日本テレビ系日曜午後10時半の第3話が4月23日放送された。山里亮太森本さんと後に南海キャンディーズを結成するしずちゃんこと山崎しずよとみたみうさんが登場。 SNS では一瞬しか出てきてないのにしずちゃんの存在感えぐかった一瞬なのにしずちゃん感あったと話題を集めた。お笑いコンビオードリーの若林正康さんと南海キャンディーズの山里さんの反省を描くドラマ。高橋さんが赤林さん森本さんが山里さん役を演じる。若林と山里は、それぞれのコンプレックスを生かした漫才やコントを披露するユニット足りない二人を結成。ブレーク後に大タフの感情をお笑いに昇華していく。というストーリー。第3話では、 山里森本さんは、大阪の芸人養成所 NSC に入学し、漫才やコントの台本を書きためながら相方探しに奔走。ようやく同期の宮崎九条城さんを口説いてジパンチを結成するも、授業で披露した自身のネタは受けずに玉砕してしまう。焦る山里は、相方への厳しいダメ出しをはじめついに宮崎から解散したいと告げられる。そして山里は、タリメの相方和尾清水博也さんと新コンビ足軽エンペラーを結成。ライブに出演する日々を過ごす。